今ちょっと薪をですね、追加で5時で閉まっちゃうんで買いに行こうかなと思うんですけど、わかりますか、これこの勾配めっちゃしんどいっすよこれ。ということもあって今日は荷物を軽量化して来てみました。よいしょ。このね、坂を荷物を持って登り降りするのがしんどいんですわ。よくじゃ、まさに心臓破りの坂です。よいしょよいしょ。眺めは最高ですね。じゃあ薪を買いつつ、ちょっとですね、缶詰かなんかを仕入れようかなと思います。はい、ご飯を炊きまして、今蒸らしてます。で、アルコールストーブで今カレーを売店で缶詰買ってきたんで温めてます。よいしょ。ちょっとグツグツしてきましたね。で、これカレーが温まったらちょっとお湯を沸かそうかなと思います。はい、そろそろご飯の蒸らしもいい頃なので開けてみたいと思います。熱々です。さあ、うまく炊けたでしょうか。熱い、オープン。ちょっと待って、よいしょ。じゃじゃん、熱い。お、どうですか。良さそうですよ。あ、硬さもちょうど良さそうですし、焦げてもなくてバッチリっぽい気がします。ちょっとご飯だけいただきます。うん、若干固めですがカレーで食べるのはちょうどいいです。あ、ご飯が甘い。うちはですね、ご飯玄米で買ってまして、食べるときに精米して食べてるんですね。で、今日もキャンプに行く、昨日の夜に精米してで持ってきてます。さて、じゃあここにこの温めたカレーを入れていきます。いけるか。売店で買ってきたのは、どこだ、稲葉チキンとタイカレー。これをアルコールストーブで温めました。じゃ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 ん。おー、ぴったり、ジャストサイズです。うわ、これめっちゃうまそう。見てください、これほら、じゃん。では、チキンとタイカレーと炊きたてご飯のカレーライスできました。いただきまーす。うわ、めっちゃうまい。なにこれ。ご飯固めがちょうどいいわ。めっちゃうまい。やば、めっちゃうま。うまいです。はい。では、時刻は4時過ぎてきましたんで、ランタンに火をつけていきたいと思います。今日は虫除けオイル持ってきて入れてます。これがね、もうちょっと暗くなってきたらいい感じになってくれると思います。こんな感じで今日はぶら下げてます。
はい、カレー完食です。ごちそうさまでした。はい、そろそろ日も暗くなってきましたので夕飯の準備したいと思います。今日はさっき言いましたけどお肉買ってきました。塊肉です。と脂身が多いところが最近辛くなってきましたのでもも肉買ってきました。こちら準備していきましょう。はい、ではこちらのお肉にお塩していきます。でこれでちょっと塩が馴染むのを待ちつつご飯が炊けるのを待ちましょう。はい、じゃあステーキ丼出来上がりましたんで早速いただきたいと思います。お肉用にと取っておいたエビスいただきます。エビスうまい。はい、こんな感じでちょっと暗いとわかんない。写真も載っけときますね。インスタとツイッターもやってますんでよろしければ概要欄に載せておきますんでフォローお願いします。ではいただきます。やっぱこれぐらいの赤身がいいな。ニンニクとめっちゃ合うわ。うまっ。いやうまいですね。最高。はい、ではお湯が沸きましたのでお湯割り飲んでいきたいと思います。ちょっと暗くて見えないかもしれないですけど申し訳ないです。よいしょ。今日もですねちょっと瓶で持ってくるの重かったんで多分見えないかな。ちっちゃい水筒に焼酎を入れてきました。それではお湯割りいただきます。あったまる。皆さんおはようございます。現在時刻は7時14分外気温 11.6 度です。ちなみに昨日最高気温は朝8時43分 19.8 度、最低は4時50分の 8.3 度でした。これからお湯沸かして朝ごはん作っていきたいと思います。はい、それでは今朝ごはんの準備してます。朝の一杯は村上式コーヒー焙煎店さんのブルーマウンテン飲みたいと思います。うわめっちゃいい香り。サンドも良さそうな気がします。
どうですか。で、反対側、反対側、こっち、もうちょっとかな、もうちょっとだけ焼きましょう。コーヒーがそろそろいいと思うので取り出します。じゃあちょっとまだできてませんが、先にコーヒーからいただきます。皆さんおはようございます。ああ、美味しい。やっぱ外で飲むコーヒー最高ですね。はい、ホットサンドも良さそうです。下げます。おー、チーズが垂れる。じゃあホットサンド、よいしょ。続けてベーコンじゃない、今日ソーセージがあと1本余ってるのと卵持ってきてるので、ソーセージエッグを作ります。卵、あるんですよね。この焚き火フライパン、深型に合う蓋、何かおすすめあったら皆さんぜひ教えてください。この次にスープを混ぜておきます。トマトスープですね。すごいね、トマトが濃くて美味しいんですよ。はい、そろそろいいですかね。火止めます。はい、こんな感じです。はい、では今日の朝食ご紹介します。ソーセージエッグとトマトスープ、ホットサンドと家から持ってきた人参しりしり、あとコーヒーです。それではいただきます。じゃあ何からいただこうかな。じゃあホットサンドからいただきます。うん、やっぱこの耳がうまいな。こんな感じです。うん、家から持ってきた人参いただきます。これあのドラえもんのミニシェラカップに入れてみました。うん、ほらくっつかずに綺麗に焼けてます。このフライパン、もうこのままお皿として使えるのもいいですね。大きさ的にそんなに重くないので、もうこのまま持って食べれます。本当はタークのフライパンを欲しいんですけど、まず取っ手が取れないんですよね。でやっぱあのいい良さそうなんですけど重いんで、
徒歩で持ってくるのはちょっときついなと思って躊躇してます。うん、卵うまっ。スープまだ飲んでなかったな。じゃあトマトスープいただきます。うん、トマトが濃い。ではこの後ゆっくり朝ごはんいただきたいと思います。朝ごはん食べたらね、撤収を少しずつ始めていこうかなと思ってます。ではまた後ほどお会いしましょう。